就活レディーゴー。このコーナーは先輩社会人や企業、現在就活中の学生、大学のキャリアセンターなどの方をお迎えしてお話を伺っていくコーナーです。さあ本日は関西学院大学の学生、田代瑞希さん、森田心さん、高橋由紀さんにお越しいただきました。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。学生さんですね。やっぱりこうやってキャンパスお邪魔したからには学生さんと喋らないと。はい、話聞きたい。もちろんそうでございます。これね、田代さん、はい、が田代さんね、田代さんと、はい、高橋さんですよね。で、森田くん、はい、森田くんの下の名前が、うん、真心って書いて心くん。めちゃくちゃかっこいいやん。かっこいいですね。すごいね。でも一発で読まれへんやろこの名前。そうですね。なんて間違われる？高校の時はもうシンシンって呼ばれてました。パンダみたいな。それはもう濃いやろ絶対。間違えてる側の。シンシン。かわいいですけどね。シンシン。でもねこの水木さん。はい。望月と書いて。はい、そうですね。ってことは何月生まれですか？9月。9月。あ、そっか。あ、でも月を望むと書いて満月っていう意味があるんで、あの望月。あ、9月生まれやから、なんか満月の日の前に生まれて、うん、月が大きかったから、まあ、満月で水木みたいな。じゃあ下手したら田代満月になってた可能性も、まあ、まあ親に田代半月の可能性田代半月もうちょっと早く生まれてれば、うん、半月も。いや、それはないやろ。その半月の月見てこの子半月にしようとは思わへんからあ、そうか。そうですよ。で、優しい希望でゆきさん。そうですね。え、僕の初恋の人と同じ名前ですわどうでもええな。全くこの字、高橋ゆき。知らん知らん知らん。ということでその3人とね、はい、一緒にお送りしますけども、3人は今、学部などはどちらでしょうか？私は総合政策学部です。ほう、総合政策。これ一体何を？総合政策学部はいろんな勉強が本当にできるんですけど、はい、その例えば環境問題とか都市問題とか、その現代社会の抱える問題について、その政治学とか経済学とかいろんな側面から学ぶことができる学部ですね。ほう。で、高橋さんは主に何を？そうですね、私は今ゼミで共生、共に生きるって書いて、はいはいはい、文化の共生について学んでいて、去年は私は沖縄の音楽と沖縄の人との共生について調べましたね。めっちゃ気になるそれ専門的ですね。そうですね、音楽が好きなので。さあ、そして田代さんは、はい、私は今理工学研究科の科学専攻っていうところに在籍しています。理系や、理系上ですね。難しそう、うん。で、科学の中でも特に、材料科学の基礎研究を、まあ、ざっくり言うとやっていて。材料系科学。材料系科学とは、こう物にこうなる前のもっと、なんですか、工学系のもっと元になるような新しい物質を作ったりとか、その物質が例えばどういうような例えば私がやってるものでしたら電池であったりとか、例えば液晶であったりとか、そういう他のことに応用できるかどうかっていうのの検討を今しているっていう感じです。なるほど。へー、すげえ。じゃあもうほんまに科学的な。そうですね、液晶か。じゃあ新しい家電製品とかができたりしたら、そういうのの元になってるかもしれない。もっとその元ですね、本当の最初の研究っていう感じですね。すごいね。はい、専門的ですね、結構ね。専門的。好きな元素は何ですか？何その質問。好きな元素は、炭素ですかね。炭素。お前、炭素のどこが好きやねん。炭素の大体何にでも入ってるとこですかね。C ね。確かにな。 C 習った。炭素大事。なるほど。シンシンは？シンシン好きな元素？好きな元素。え、違う。シンシンの好きな元素じゃないの？学部や。あ、学部。シンシン何学部？あ、僕は理工学部の人間システム工学科っていうところで。あ、一緒や。じゃあ人間システム工学科。うん。これはどんな勉強してるんですか？そうですね、ほぼ情報学科と同じような感じで、プログラミングであったり、まあ、情報系の勉強であったりとかを主に学んでます。なるほど。がっつりパソコン使って。そうですね、プログラミングしたりとか。はい。なかなか難しいですよね、これも。
もうそれはもう元からやりたかったからそこに入ったの？まあ、そうですね、 IT 系の仕事につけたらなっていう思いがあったんで、はい、まあ、学部学科を選びました。なるほどね。なるほど。3人とも就職の方は、就活の方はどうですか？そうですね、就活はもう終えて、うん、はい、終わった。もう皆さん置いてる感じですか？はい。じゃあ、もうじゃあ就職先、別に言える範囲でいいです。企業名を読めなくても別にいいんですけど、はい、どういった職種になったのか。はい。じゃあまず、高橋さんは、そのね、沖縄のことも研究して、はい、まあ、ちょっとこう民族学的な部分ですかね、はい、学んでた高橋さんが就職決まったのは、うん、全然関係ないんですけども、銀行に。銀行員。銀行員です。あらあらあら、ほうほうほう。なるほど。これだから、それは希望してた職種なんですか？そうですね、第一志望だったので。そうなんや。なんでですか？うん、そうですね、私はもともとそのアルバイトで、配達のアルバイトをしてるんですけれども、はい、神戸市内でしていて、でアルバイトしてて、中小企業とかを結構見ることが多くて、配達先とかで、うん、で神戸市の中でも特に長田区とか須磨区で配達をしてるんですけれども、うん、長田区はあの阪神淡路大震災で一番被害を受けた場所なんですけれども、はいはい、そこでなんか今はもうその震災の面影はパッと見ないように思えたんですけど、実際こう配達してるとシャッター街とかを見ることが多くて、うん、そういった企業をなんか金融の側面から支援できる仕事は何かなって考えたら銀行を。すごいな。ほう、なるほどね。しっかりしすぎている、うん、引くぐらいしっかりしてますね。引いてます、ちょっと引いてる、引いてますよ。引いたらあかんがない。引くな。そんな思いにの至り方があるんやっていう。やった、衝撃を受けました。ちょっとじゃあなんか、うん、さっきの民族学じゃないですけども、うん、ちょっとだけなんかなんか関係してる感じはあり しますけどね。確かにね、うん、すごい。じゃあもう具体的に銀行に入って、はい、こんな風に最終的にしていきたいなみたいなありますか？そうですね、まずはまあ1年目は窓口とかすると思うんですけれども、うん、2年目以降は営業の仕事とか、あとは神戸の街が大好きなので、はい、地域の地域戦略部という、うん、課がありまして、そこにも入ってみたいなと考えてます。うん、明確な目標とともに。もうじゃあ銀行でも絞って何社か受けて、うん、そうですね、銀行や信用金庫など、うんうん、神戸市内で探してましたね。あ、もう神戸市内で、はい、へえ。なるほどね。すごいわ、でも高橋さん。すごいですね。ね、ちょっとね、なんか丁寧に聞いちゃって申し訳ないんですけど、興味があるんでね、はい、こっち、はい、そうですね。田代さんは、はい、私はタイヤとかスポーツ用品を扱っているメーカーの技術職に、就職が決まりました。じゃあもう直結してる感じですかね。そうですね、まあ、ざっくり言ったらやっぱり材料の、延長性というか、はいはい、材料を扱う会社の技術がしたいってことで就職が決まりました。なるほど。もうじゃあ割とね、お二人とも結構この希望通りの人生とまでいかないですけど、はい、自分の勉強したこと、自分の興味のあることを仕事にできてるパターンですよね。はい、うんうん、そうですね、やりたいことができるので、はい、よかったと思ってます。素晴らしい。これしたいってあります？その会社入って、これ私はタイヤに興味があって、でもっと新しいタイヤに興味があったの。タイヤ城いいやん別に。タイヤ城やん。タイヤ城ね、新しいやんの。なんでタイヤに興味がある？なんかやっぱ車ってそのみんなが乗るじゃないですか。でもその中で一番科学っぽいのって、その例えば車のパーツ作るんやったらもっと機械系の工学の人の方が向いてるやろうけど、はい、タイヤだったらやっぱり科学系の知識とかもまあ必要っていうか、うん、まあ、役に立つんちゃうかなと思ってタイヤを見てて、でまあその中でもそのまあスポーツ用品とかもできるし、まあタイヤをやって、まあ、ちょっともしかして、あ、違うかなと思ったら、まあ、スポーツもやりたいしみたいな感じで、ちょっと欲張りなんですけど、なるほど、そういうので決めました。へー、だからタイヤ大事やけど、はい、そこで例えばちょっとつまずいても、うん、スポーツ用品に。なるほど、はい、すごい明確な目標を立ててるからこその、うん、企業選びですよね。そうですね。いや、すごい。企業選びはもう迷わずそんなに大変じゃなかったと思うんですけども、はい、それ以外でじゃあここ就活大変やったなってありますか？うん、そのやっぱり科学
のだけで絞ってしまうと、まあ、タイヤだけだったらまあ少ないんですけど、他にもやっぱりいろいろ化粧品の業界であったりとか、他の普通の化学の例えば繊維であったりとかっていうその業種がすごく広いので、はい、その絞るまでには結構時間はかかりましたね。その中でもやっぱり絞るの大変やったし、はいはい、でもちょっと今聞いてる感じだとベストのとこ見つけた感じですけどね。そうですね。もうじゃあちょっと僕からの内定祝いあげましょうかね。え、そんなんいいの？どうぞ、二酸化炭素です。どうぞ、お持ち帰りください。あ、C が入ってる、ありがとうございます。あれね、あれよかった、気づいてくれて。名コンビやん。よかった、ありがとう。あぶねー、 C もらいました。うん、ごめんね。あとは勝手に還元して酸素外して自分で使ってください。あ、頑張ります、はい、せやね、そこまでしてくれ。自分で還元、やっぱ酸化はできるんですけど還元はちょっと僕できないんで、はい、僕の体じゃ。頑張ってみます。ダイヤモンドぐらいあげてくれや。ダイヤモンドはね、あれは炭素のあれやからね、異性体やから。いやでも炭素の塊なんで結局欲しいは欲しいですね。まあまあ様々な意見が飛び交ってますけれども。そんな揉めてなかったよ。1対1やったから。すごいな、うん、すごい。やっぱ僕も理系なんで。そうですね、じゃあシンシン。シンシン、シンシンは、シンシンどこに就職決まった？僕はシステムエンジニアですね。おお、はい、上野動物園。上野動物園。パンダじゃないんで。パンダじゃないんで。パンダじゃない。うん、パンダやと思って喋ってました。じゃあパンダやと思って喋るな。お前どこに就職決まったのか、そのあたりを白黒はっきりつけてもらいましょうよ。パンダやないかね、本当に。すいません、はい、もう一度いいですか？いや、ちょっとごめん、拍手はやめてください。恥ずかしくなるんで、こっち。ごめんなさい、もう一回いいですか？はい、僕らパフォーマーじゃないんで。すいません。はい、システムエンジニアです。システムエンジニア。すごいわ。システムエンジニア出ました。じゃあもうだって、自分の学んでたことと直接、ね、直線的に。はい、はぁ。システムエンジニア。な、何？未だにね、システムエンジニアと言われてもピッと来ないですよね。ね、何回かゲストでシステムエンジニアの方お越しいただいてます。くださってますが、うん、結構幅も広いじゃないですか。そうですね、エンジニアとはいえ。具体的にじゃあどんな仕事を、うん、まあ、そうですね、お客様から案件をもらって、はい、こういうシステムが欲しいって案件をもらって、それを達成するために、まあ、チームを組んでどうやって達成するかっていう、なるほど、はい、はあ、一番のきっかけ何？そのちっちゃい頃やとしたら、はい、そのシステムエンジニアを目指す、はい、一番最初のきっかけ、目指したきっかけ、そうですね、チームを組んで仕事がしたいっていう思ってたのと、やっぱりお客様が喜んでくださっている顔を実際に見られるっていう点と、やっぱり学科で学んだことを活かせる点の3つを加味した結果、システムエンジニアになりたいなっていう考えるようになりました。システムエンジニアみたいな喋り方やな、もう。いや、そうやね。神とか言ってたもん、今。お客様って言ってたし。お客様。まだ俺、客っていうのに。あ、言うな、そんな。お前、そんな言うな、見に来てくださってる方に。もう9年やってんのに。やめろよ、お前。すいません、申し訳ないです。僕はちゃんと収入源って呼んでますから。もっと悪いな。もっと悪いよ。やめて、やめて。ドロドロしたのが見えるから。いや、すごいね、何社ぐらい受けたんですか？そうですね、実際に選考を受けたのは11社ぐらいですかね。おー、はい、なるほど。で、自分の理想通りのとこに、そうですね、泣いてもらえて、はい、よかった。大変やったことありますか、就職、就活で。そうですね、もともと IT 業界に行くっていうのは決めてたんで、はい、まあ、業種選びとかでは困ってなかったんですけど、まあ、面接の離れですかね。なるほど、はい、やっぱ緊張するんや。そうですね、最初は緊張しまくって自滅したんで。どう克服したのそれ？まあ、なんか、まあ、2社目でなんか話しやすい雰囲気作りをしてくださる人事さんだったんで、はい、まあ、そのおかげで、まあ、徐々に慣れていきましたね。まあ、IT 業界ってなんかあんまりイレギュラーな質問とか来ないんで。あ、そうなんですか？そうですね、割と。そうやな、確かに割と自然体で話せるような感じでした。どうでした、お二人は面接？うん、緊張しましたね、やっぱり。緊張した、はい、うん、どう克服したとかありますか？やっぱり数をいっぱい受けて、うん、練習じゃないですけれども、うん、いっぱい受けてもう離れを私もしましたね。なるほどね、慣れが大事なんや、やっぱり。田代さんは？最初はすごい緊張したんですけど、結構人事の方ってやっぱり話を引き出すのがうまいので、もうこっちも結構自然体とか楽しく面接は受けることができてたと思います。なるほどね、ちょっと3人がしっかりしすぎてもう全部聞けちゃいましたね、うん、そうですね、もう余すところなく。結構ね、6つぐらい質問項目あるんですよ、はい、どんな勉強してましたか、どのような職種に決まったんですかとか、はい、決め手はみたいな、もう話の中で全部聞けちゃったんで、はい、はい、完璧です。
うん、ね、じゃあ獣医者って、まあ、全てがその3つの条件に合ってるわけじゃないですか、はい、でその今回内定決まったところの決め手は何なんですか。まあ、やっぱり社内の雰囲気が良さそうだなって思ったところですね。まさにその面接で人事の方が話しやすい空気作ってくれた、うん、それがもう、そうですね、はい、なるほど、まあ、人材を大切にしてるんだなっていうのは感じられたんで、うんうんうん、はい、素晴らしい。じゃあそのちょっとねしっかりした3人から、うん、はい、今からまさに就活を頑張ろうとしている皆さんへ、うんうん、アドバイスできることがあれば、うん、お願いしてよろしいでしょうか。お願いします、はい、高橋さんから。じゃあ高橋さんから、はい、就活を始める時とかはみんなも自分が何をしたいかとかすごく悩んだり焦ったりすると思うんですけど、その時はまずはいろんな企業を見たりいろんな業界の人に会ったりしてさまざまな話を聞くことが大切だなと私は思います。なるほど。あとはそうですね、就活ってこうする中でそのいろんな企業に会う時間ってあんまりこれからの人生ないと思うんですよ。だから貴重な時間やと思うし学生ならではの特権やと思うので就活はちょっと楽しみつつも焦らずにマイペースに頑張ってほしいなと思います。すごい、いいですね。ありがたい。確かにそういう機会ないですもん ね、うん、そうですね。僕らもこのラジオを通してねいろんな業者さんとね喋らせていただく機会ありますから、うん、すごくいいチャンスですよね、うん、これが、うん、そうですね。じゃあ田代さん。はい、はい、そのとりあえずとにかく全力で楽しむってことがやっぱり就活は大事やと思っていますね。自分が出せないのが一番もったいないと思うので、はい、例えば、まあ、やりたいことがあったらもうそうこう諦めずにじゃないですけど少しでも例えばこの会社ちょっとでも興味あるんだったら見てみたりとか、あとは面接の時でも全然その堅苦しい言葉じゃなくても人事の方はある程度敬語とかをちゃんとしてれば許してくれるので自分が話したいように話すのが一番いいんじゃないかなと思います。なるほ なるほど、うん、楽しんで。なかなかね言葉遣いこの時はこう言わなかった、うんうん、結構多分本とかに載ってるんじゃないですか。ちょっと堅苦しいイメージ持っちゃってるから、うんうん、そこにまあ気使いすぎず、そうですね、自分の思ったこと喋るのが大事と、はい、一番ホヤホヤの人が言ってるんですか。間違いないですからね、これは。間違いないです、本当に、うん、じゃあ最後に指示、まあ、僕も一番楽しむことが一番大事って言おうと思ったんですけど、はい、まあ、先出てしまったんで変えてくれます、ね、ありがとう。自分を客観視するっていうことはすごい大事かなと思いますね。なるほど。自分綺麗な言葉ばっかり並べても、まあ、意外と人事さんってそういうのはあまり求めてないと思うんで、まあ、自分本当の自分をさらけ出すっていうことが一番大事だと思います。なるほど、なるほどね。自分を客観視して、うん、自分はどういう人間なのかっていうことも、そうですね、理解しつつ、うん、本心で喋るのが大事と。素晴らしいアドバイスありがとうございます。はい、うん、3人のアドバイス、まあ、一貫してね、うん、一個の筋ありましたね。なんかね、ありましたね、一つのところが自分を出すという、ね、うんうん、はいはいはい。さあというわけで本日はですね、関西学院大学の田代瑞希さん、森田心さん、高橋由紀さんにお伺いしました。以上、就活レディーゴーでした。就活応援番組ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫、ここまでは兵庫県の提供でお送りしました。